はい、今回のテーマとしては新たに見つけた手が大きな方におすすめのラバーの貼り方について解説をしていきたいと思います。まあ、私自身最近グリップにすごい悩んでいて、まあ、私って他の人よりも多分手がちょっと大きいんですよ。特に人差し指が長い分、普通にラケットを持った時に人差し指側に隙間ができてしまうことが多くて、フォアハンドだけ、バックショーツだけだったらいいんですけど、まあ、切り替えの時にちょっと違和感を感じていたんですね。まあ、なので、まあ、比較的グリップが太いラケットを好んで使用はしていたんですけど、まあ、それでもちょっと、まあ、切り替えをやる時にぐらつきがあって、まあ、自分の中ではしっくりこなかったんですね。でそこで今回はもう新しい試みですね。新たなラバーの貼り方をすることによって、まあ、その悩みがある程度改善されたと思いました。そちらの方を今回皆さんにもご紹介していきたいと思います。そのラバーの貼り方というのはこちらの方になります。まあ、こちらのラケットはマリンエキストラスペシャルになるんですけど、まあ、こういった比較的板厚が薄くて、まあ、しっかり持った時にどちらかというと隙間ができやすいラケットでも、まあ、この貼り方をすることによって私みたいに手の大きな選手でもしっかりとラケットを持つことができるようになりました。まあ、いわゆる、まあ、ほぼベタ張りですね。完全なベタ張りは私もあまり好きじゃないんで、まあ、少しだけ開けるようにはしているんですけど、まあ、今まで貼っていたラバーの場所よりかは、まあ、グリップ寄りになっていると思います。でこれをすることによって、まあ、何が変わったのかについて今回は解説していきたいと思います。でその一つ目としてはラケット全体に厚みが出た分、まあ、しっかり持ちやすくなったということです。このしっかり持ちやすくなったのポイントというのはこの人差し指側ですね。人差し指側がブレにくくなりました。この部分がすごいいいんですよね。ここがやはり薄い状態、キーだけになってしまうとグッてこう深く持った時に滑りが生まれてしまうんですよね。私自身その切り替えを行う時にその人差し指側の滑りが大きいとやはり打ってる感覚がなくなるであったりブレが生まれてしまうと思っていて、まあ、そこで最近悩んでいたんですね。なのでラバーを手前側に貼ることによって、まあ、いわゆる滑り止めみたいな感じですよね。ここで切り替えを行う時でもフォア、バック、フォア、バックっていう形をとっていても、まあ、人差し指が無駄な動きをしなくなって切り替えがやりやすくなりました。まあ、手の大きな選手で悩むことっていうのはラケットをしっかり握れないというところだと思うので、まあ、切り替えを行う時とかにラケットがグラグラするなと思う選手は、まあ、こういったラバーの貼り方すごいおすすめだと思います。2つ目としては重心が手前になる分、まあ、切り替えがスムーズに行いやすいということです。まあ、これはグリップの切り替えプラス、まあ、重心の問題ですよね。やっぱりラバーを手前に貼る分重心が手前に寄ってくれるんで、まあ、その分切り替えはやりやすいなって感じました。シペンホルダーで細かい切り替えを重視している方はやっぱりラバーを手前に貼ってもらうのってすごいいいと思うんですよ。まあ、マイナスな要素もあるかもしれないんですけど、やはりしっかりラケットを持つことができるであったり、まあ、重心が手前になる分急に狙えたボールに対してもパッと手が出やすくなる、これはすごい大きなメリットだと思います。でその中で重心が手前に寄りすぎて、まあ、ボールの威力が出にくいと感じるのであれば、まあ、先端にパワーテープを貼ってもらえばいいですし、まあ、そこはいくらでも応用が効くかなと思います。ただ特に前陣でプレーをすることが多い表選手の場合はやはり細かいラケットのコントロールが大事になってくるんで、まあ、それを行う上でもこの手前にラバーを貼ることはすごいいいと感じました。3つ目としてはこれすごい大事なんですけど表面と裏面の重量のバランスが良くなるということです。特に異質ラバーを片面に貼っている選手って、まあ、よくある現象だと思うんですけど、まあ、フォア側に表ソフトを貼る、そしてバック側に裏ソフトを貼る、そうなってくるとやはり裏ソフト側が重くなってきて、まあ、フォアを打つときにラケット面がちょっと上に向きすぎてしまうといったことがやはりあるんですよ。まあ、それが苦手で、まあ、裏面のラバーを軽いラバーにするであったり薄いラバーにするという方もいらっしゃると思うんですけど、こういったように手前側に貼ることによって、まあ、重量自体のバランスが良くなる分、まあ、ラケットが振りやすくなってくるんですね。やはり重量のバランスというのはどちらかというとフォアの方が重いぐらいの方が良くって、そっちの方がやはりしっかり面を出しやすいんですよ。ただラバー的に表ソフトの方が重くなることは厳しいと思うので、まあ、ちょっとでも近づけるためにこういった貼り方をするのはいいかなと思います。重量自体は重くなっても、まあ、重心自体は手前にあるので、まあ、そこまで大きな、まあ、重さっていうのは感じにくいかなと思います。逆にラバーを開けて貼りすぎてしまった方が先端に寄りすぎて打った時に重いなって感じることがあるんで、まあ、バランスを良くなるかつ振った時の重さを感じにくくなる、まあ、バランス重視の考え方をする選手にはこういった貼り方おすすめだと思います。そして4つ目としてはボールの当たる面積が増えるということです。
まあ、これ表ソフト限定になるんですけど、まあ、よく上に貼りすぎてしまうとラバーのロゴに当たりやすくなってくる、まあ、モレスト SP の場合まだロゴの大きさって普通ぐらいなんですけど、もっとロゴの大きなラバーを使用している選手だとやはりそのロゴのある分が、まあ、もったいなく感じちゃうんですよね。まあ、そう思う方はこういうふうに手前に貼ることによってもう打つところ全部が表ラバーになってるから、まあ、いわゆる当たり損ないは減りますよね。まあ、細かい部分なんですけど、やはり普段からラケットの真ん中に当たらずにちょっと当たり損ないが多いなと思う選手は、まあ、こういったように手前に貼ることによって、まあ、ボールに当たる面積が広がってくれるんで、まあ、ちょっとしたミスが減ってくれるかなと思います。ほんまにおまけ程度ですけどね。で次はこの貼り方をすることによる、まあ、注意点について解説をしていきたいと思います。でその注意点というのは、まあ、ラバーを手前に貼ることによる、まあ、滑りに注意するということです。まあ、ラバーを手前に貼る方が少ない理由ってこれですよね。やはり手汗がちょっと多い方であったり、まあ、ラバーに触ることに違和感があるという選手、まあ、そういった方は上側に貼ってもらってもいいですし、まあ、逆にこの貼り方に慣れてもらうことが大事になります。まあ、ラバーを触るということに最初は違和感があってうまいこと打てないかもしれないですけど、それを補えるメリットもたくさんありますので、まあ、ちょっと滑るなと思っても、まあ、すぐにやめてしまうのではなくて、まあ、ちょっと使用してみて、それでももし厳しいのであれば、まあ、また直してもらえばいいですし、やはり私の中では手前に貼ることによってここがやっぱり生まれることが大きいんですよね。ここです。まあ、親指が滑るというのはすごいわかるんですけど、それ以上にこの人差し指側のここで引っ掛けてラケットを持つことができる、わしづかみグリップをさらにやりやすくさせる効果があると私は思っていますので、まあ、特に中国式ペンホルダーを使用していて、まあ、ラケットのぐらつきを感じている方はちょっと我慢強く使用してもらうことで、まあ、この貼り方の良さがわかるかなと思っております。まとめとしては、まあ、裏面を全部振る方とかはこういったように手前側に貼って、まあ、プレーをされている方も多いと思うんですけど、まあ、今回私自身はどちらかというと、まあ、ショートを使う種なんですけど、まあ、それでもこの手前側に貼ることによってすごい大きな効果を感じました。まあ、しばらくはこの形を継続して、まあ、続けていきたいと思っていますし、まあ、特にラケットの性能はすごいいいけどこのグリップっていう要素でそのラケットを使えないと悩んでいる方にはこういった貼り方を試してもらうといいかなと思います。他にもラケットを削って自分の持ちやすい形にするという選択肢もあるんですけど、ラケットを削るというのはすごい勇気がいるんですよね。一回削ってしまうと取り返しもつかないですし、もし違うやり方をしたいとなったらもう新品のラケットを買わないといけなくなってしまうんですね。ラケットを買い替えるよりかはやはりラバーを貼って調整してもらう方が、まあ、リスクも少ないですし、まあ、比較的取り組みやすいと思っておりますので、私のように手が大きくて自分のラケットの持ち方に悩んでいる方はこの貼り方一度試していただけるといいかなと思います。私はすごい効果を感じているのですごくおすすめです。ぜひ一度お試しください。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。